スティーブ・モリターはカナダのプロボクサー。元 IBF 世界スーパーバンタム級王者。現在はトロント在住。オンタリオ州のサーアンニア出身。ザ・カナディアン・キッドの異名を持つ。2000年5月18日、カナダでプロデビュー。2002年2月15日、無敗のままカナダスーパーバンタム級王座を獲得。2002年4月10日。 WBF 世界バンタム級王座を獲得した。2002年6月21日、WBF 王座を一度防衛した。3ヶ月後には、コモンウェルスイギリス連邦バンタム級王座の獲得に成功した。2004年4月21日、ナブフ、北米バンタム級王座を獲得した。2006年11月10日、イギリスでマイケル・ハンターと IBF 世界、 スーパーバンタム級王座決定戦を行う。4回にダウンを奪って優位に進めると、5回にダウンを追加し、カウントアウト。5回1分32秒小勝ちを収め王座獲得に、成功した。2007年7月14日、オンタリオシューラマのカジノラマで、宝木ヌドロブと対戦し、終始粘るヌドロブを、最後は、左フックで痛烈なダウンを奪うとそのまま、 レフェリーストップを呼び込み初防衛に成功した。2007年10月27日、マニー・パッキャウとの対戦経験がある IBF ・パンパシフィック・スーパー・バンタム級王者、ファーサン 3K バッテリーと対戦。IBF ・パンパシフィック王座を11度防衛し7試合連続小勝ちと、勢いに乗る指名挑戦者ファーサンを相手に、左強打を打たせずに優位に進めた。 12回3から0の大差判定勝ち。強打の相手を完封し2度目の防衛に成功した。2008年1月19日、メキシコスーパーアバンタム級王者で67%超の孤立を誇る強打者、リカルド・カルティオと3回目の防衛戦を行い、強打のカスティーヨを裁き12回3から0の大差、判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2008年4月5日、 フェルナンド・ベルトランと4度目の防衛戦を行い、フルマーク2人と1人は大差を支持し、判定勝ち。4度目の防衛に成功した。2008年8月29日、18戦全勝のフェルナンド・ラバーラと対戦し10回2分34秒、レフェリーストップによる TKO 勝ちを収め5度目の防衛に成功した。2008年11月21日、 WBA 世界スーパーバンタム級王者のセレスティーノ・カバジェロとの統一戦で 4R に右アッパーで前のメディにダウンを奪われその後またしても右アッパーが決まり膝から崩れ失神したのを見てレフェリーストップ TKO で敗れ王座を失いプロデビューからの連勝無敗記録も28で止まった2010年3月27日 IBF 世界スーパーバンタム級王座決定戦で、宝にぬどろぶと2度目の対戦を行った。前回同様粘られたが12回判定勝ちで王座に返り咲いた。2010年9月11日、ジェイソン・ブースト初防衛戦を行い3回に、左目を有効打でカット縮戦したが12回にから、例の判定勝ちを収め王座返り咲き後初防衛に成功した。 2011年3月26日、南アフリカヨハネスブルグのナスレクインドアリーナで、宝にヌドロブと3度目の対戦を行い、ヌドロブの積極アタックに苦しみ最大発展差をつけられ12回、0から3の判定負けで帰り咲き後2度目の防衛に失敗し、不可解な地元判定に泣く形で王者から陥落。逆にヌドロフは、モリターとの3度目の対戦で、王者獲得を果たした。 2011年11月5日、ケベック州ケベックシティのコリシーでペプシにて、IBF 世界バンタム Q8 位、セバスチャン・ボーチェと再帰戦を行い、レフリーストップ寸前まで追い詰められながら10回にから1の判定勝ちで辛くも逃げ切り、復帰戦を白星で飾った。二千十二年九月十二日、北、アイルランドベルファーストにあるオデッセイアリーナにて、IBF 世界、 スーパーバンタム級ランキング15位で、コモンウェルスイギリス連邦スーパーバンタム級王者で、IBF、インターコンチネンタルスーパーバンタム級王者で、ジャッカルの異名を持つカール・フランプトンと対戦し、3回と4回にダウンを奪われると一方的にフランプトンペースになり、6回にダウンを奪われると、そのままレフェリーに止められ試合終了。6回2分21秒 TKO 負けを喫し、 IBF インターコンチネンタル王座とコモンウェルス王座獲得に失敗。IBF と WBC のランキングから外れ、ノーランカーになった。2013年2月5日、現役引退を発表した。ありがとうございます。